そうですね、まあ、総合的なですね、やはりその川島のが一枚上だと思うんですよね。一方の知恵をですね、非常にその打ち方、うまさがありますからね、そう簡単に倒せないと思いますけど、まあ、ただですね、川島のその組日のプレーですね、キレのあるその攻撃を見たいですよね。そうですよね、はい、見せるボクシングをします川島。そしてその川島に対します、こちら韓国の選手、韓国フライ級2位チェ・カプチュルです。21戦して16勝8KO5敗、 KO 率は5割です。さて大橋さん、はい、川島選手は6ヶ月試合が空いてるんですが、はい、この辺は不安はありませんか。あ、まあ、その分練習かなりやってますから、うん、その不安はないと思いますね、はい、本人もそのあたりに不安は全くないという話をしていました。さあ世界へ飛べるか川島、どうしても落とせないこの大事な大事な一戦です。試合開始のゴンが鳴りました。今日はノンタイトルながら川島が世界へ飛ぶためのテストでもあります。川島が左を入れました。かなり韓国のチェも前に出てきますね。そうですね、積極的に前に出てきますからですね、いわゆるそのチェのですね、右ストレートですね、はい、注意しなきゃいけないですよ。右ストレート、右ストレートですね。ですから川島としてはですね、そのまっすぐ下がっちゃいけないですけど、かなりその角度ですね、特にそこに右回ってですね、今川島右のねアッパーを見せましたが、この右のアッパーもかなり練習してきました、はい、うまくなりましたね。あの右のショートアッパーは前回松村を倒したのも右のアッパーでしたね。まあ、非常にそのコンビネーションブローね、いいもの持ってますから、それと距離感ですね、いいもの持ってますからね、いいですね、左から右を持っていきます川島。そしてボディ顔面、速い動き、非常にスピードがあります、キレがあります川島。まあ、こういう動きとですね、手の出し方をしているとなかなかそのチェ選手もですね、ついてこられないような感じしますよね、ただチェはガードが高いですね、かなりね、しっかりガードしてますね。そうですね、ディフェンスの面もそのきっとしていると思いますから、なかなかですね、まあ、川島のその右フック、左ストレートですね、まともには打たせないと思いますよね。川島としてはこのガードどうやって崩していけばいいんでしょうかね。やはりですね、打ってですね、単発のパンチはなくてですね、2発3発をですね、いわゆるその返しのパンチですね、有効にやはり使ってチャンスを掴んでいった方がいいと思いますよね。もう3発打ったらもうサイドはサイドに動いた方がいいですよね。あ、なるほど、まあ、チェ選手もなかなか自信満々に出てきました、ね、そうですね、川島のいいパンチが顔面を捉えました。あの恐れてないですからね、全然。大熊さん、はい、米倉会長もね、はい、やっぱりチェ選手に対して相当警戒心を持ってましたね、戦績を見てもそれからかなりいい選手だという情報を入手しているんで、はい、相当落ち着いて相手の動きをよく見ながら行けと、はい、こういった指示を与えてます。川島の左顔面を捉えています。こう相手が打ってきて体勢が崩れたところ、うまくパンチを入れてますね。そうですね、タイミングのいいパンチですね、あの最後の動きいいですよね、はい、非常にその川島選手はですね、はい、タイミングのいいパンチですね、打つのがうまいんですよね。今のもこうトリッキーな動きから左が来るとは思わないところに左を持ってきました。ここは気をつけたいですね、はい、この辺りの接近戦、はい、まあ、ただですね、川島としてもですね、はい、まあ、チェイ選手というのはそのまっすぐ前に出てくる選手ですから、まあ、読めることは読めるわけですよね、はい、ですからうまくその攻撃ね、いいと思いますね、はい、アッパーから右を持っていきました。右フックを持っていきました川島。今度は左から右です。右フックは空振りになりました。チェ選手打たれてもよく見てますからね、そうですね、ちょっと不気味な選手ですね。これまで2度韓国のフライ級のタイトルに挑戦していまして、そして東洋太平洋も経験しています。第1ラウンドが終了しました。放送席に岩田の回転は10対9。赤星さん、第1ラウンド川島冷静にこう試合を進めてるんじゃないですか。あ、まあいい出足ですよね。大橋さんの採点も10対9と、第1ラウンドは赤コーナー川島が取りました。第2ラウンドに入ります。まあ、本人は今回の試合の課題の一つにゆっくりと相手を見られるようにしたいという話をしていましたが、そのあたりがしっかり出てるようですね。そうですね、1ラウンドですね、相手をよく見てですね、まあ、あの見ながらそのマック攻撃してますからね、よく見てんじゃないですかね。おっと川島の右です。しかしそれもひるまずにチェが前に出てきます。相当この試合に向けて練習してきてますね、
やはり世界ランカーを倒せば自分が世界ランカーになるわけですからね。チャンスですからね。なんとかチャンスをものにしたいというチェ。しかし川島はこの試合どうしても負けるわけにはいきません。まあ、川島の目標は世界チャンピオンですからね、はい、この辺の相手には圧倒して勝ってもらいたいですからね。やはりこの辺りに手こずるようではということになりますかね、沼さんね。そうですね、まだ上はいかれないと思いますけどね、ただですね、まあ、こう見た感じはですね、チェ選手それぞれそのスピードもない、はい、パンチのキレもないですからね、まあ、川島にとってはそのよく見えるんじゃないですかね、相手ですね。大熊さん、はい、こちら青コーナーのチェサイドですが、はい、セコンドからですね、川島のパンチをまともに受けていると、はい、左右に動いてそのパンチを避けるようにという守備面の指示が出ています、はい、左右に動いてどうしてもこう単調に前へ前に出ていってしまうという、ちょっとスピードが違いますからね、そんな感じしますね。ちょっとですね、その足の動けるですね、選手じゃないですかね、チェサイドですね、はい、どうしてもそのまっすぐかその正面からその攻めていくボクシングですから、まあ、これがチェのボクシングで、はい、そういうことですね、もうチェが鼻に出してますからね。そうですね。さあ、いい連打が入りました。川島アッパーです。この右アッパー、そうですね、前回あたりからかなり練習してきました右アッパーが入りました。よく相手の動きが見えています。川島、そして速いパンチ、キレのあるパンチ。まあ、チェがですね、左フック空振りしたんですけど、左フックとやはりその右フックですね、これはやはりまっすぐ下がって食いますから、はい、要注意ですよね。やはり右に動いたり右で左に動いたりと、まとめて打つと気をつけた方がいいですね、はい、あの狙ってますからね、川島の右フック顔面を捉えました。今度はボディ。さあ、第2ラウンドも優勢に試合を進めているように見える川島、ボディです。ボディもいいですよね、はい、またボディ、そしてアッパー、左のアッパーを見せました。おっと、チェの右フック顔面を捉えました。まあ、ショートのね、はい、気をつけなきゃいけないでしょうね。そしてチェには右アッパーもあります。第2ラウンドが終了しました。放送席はお二人とも10対9。第2ラウンドの川島の攻撃です。この辺りの連打いかがですか。そうですね、まあ、ちょっとあの手打ちなんですね。そんな感じでしたね、出たその当たりは浅いわけですからね、はい、もう少しですね、もう相手の読みがで組み立てていると思いますからね、もう少しその強引にですね、攻めていってもいいような感じがしますよ。ただそんなに慌てる必要もないかもしれませんね、第1ラウンド第2ラウンド終了しまして、放送席は2ラウンドとも、おっと川島の右、川島が取っています。右のダブルですね、はい、ボディもいいですよね、まあ、今回のポスターには True This is Boxing と、まさにこれがボクシングだというふうに書いてあるんですが、まあ、川島のボクシングというのは本当にお手本のような、ね、綺麗なボクシングですよね。そうですね、そっとですね、正確にその相手のパンチをですね、当てるということですからね、もうスピードありますからね、ボディから顔面、そしてジャブを軽く入れます。まあ、気抜かないことですね、油断は禁物、本人もそのあたりは口が酸っぱくなるほど言っておりましたが、油断は全然していませんという話をしていました。川島、川島のパンチが顔面を捉えました。チェもなんとか返そうとするんですがうまく当たりません。チェもね、本当はあの打ち合ってもね、はい、パンチを返したような気持ちはあるんですけど、どうしてもそのスピードをね、速いスピードにそのついていけないということでしょうね。打とうとした時に川島は前にいないですからね。もう打ち終わった後なんですね、自分がさあこれから攻めようかなという時ですね、もう速い動きでいなくなっちゃいますからね。そうですね、ステップでね、まるであのリカルド・ロペスのようですねそんなに速かったですか、リカルド・ロペスも。速かったですね。川島、右を軽く入れます。そしてちょうどトリッキーな動きで相手のパンチをかわします。まあ、1ラウンドからね、はい、今3ラウンド目ですけど非常にその大事に、ね、取ってると思いますよ、左のストレートを持っていきました。得意のパンチです。川島アッパー、はい、右のアッパーもよく見せますね。そして左ストレート、右フック、さあ川島、速い速い、いくつ打ったか見えないぐらい速いですね。
まあ、3、4発はね、出してると思いますけど、そうですね、まあ、ただあのパンチはダメージ与えられないですよ、あれは違っても、あ、そうですか、ただ手出してるだけの感じですからね、うん、ポイント取るのはいいですよね、うん、左から右です。川島、今日は川島のボクシングを超満員のお客さんがこう固唾を飲んで見守っているという感じ。右フックです。川島、そしてボディー、ボディーの連打、そして左、川島のパンチが的確に入っています。第3ラウンドが終了しました。放送席、世界ランカーの川島を食ってやろうという韓国のチェ・カプチュル、ここまではどうも後手後手に回っています。チェはデビュー2年目の19歳の時、韓国フライ級の新人王に輝きました。この時 MVP も取っています。そしてその後2度ほど韓国タイトルに挑戦しましたが惜しくも失敗。今年6月には東洋太平洋のタイトルにも挑戦しましたが、それも敗れています。しかし経験はかなりのものを持っています。韓国のチェ・カプチュル、現在韓国フライ級の2位の選手です。もう完全に動きは見切りましたね。川島、川島、はい、もう倒していっていいんじゃないですかね、あとはどう料理するかですが、まあ、時たまですね、まあ、右にですね、変わってですね、いやその攻撃ですね、そうですね、川島ね、今も見せましたね、スイッチですね、スイッチしてるからね、この辺は余裕でしょうね、余裕ですね、この辺のこうトリッキーな動きといいますかね、川島ならではのまっすぐ立っちゃダメですね、はい、この辺り詰まっちゃダメですね、はい、しかし慌てる必要はありません。アッパーを見せました川島、どう料理していくのか。さあ右フック、顔面を捉えました川島、そして連打、これはちょっと浅いパンチでした。今度はボディ、またボディ、あボディアッパー、いいアッパーでした。右アッパー見たんですね、もう上がっちゃったですから、はい、試合第4ラウンドに入っています。そろそろ料理にかかっていこうというのか川島、まあ、料理していくにはですね、もしかしたら強いパンチですね、まあ、このままですとその見せる側としてもですね、はい、やはりその納得しないと思いますよ、はい、もしかしたら強烈なパンチを何発かですね、このボディが効いているようです ね、左のボディ、そして右アッパー、さあここで一気にいくのか川島、一気に畳みかけてほしいですよね、チャンスですから、左のボディ待たないで、ね、そして右のボディーブローから今度は右のフックでした。チェも打ってきますが当たりません。スピードが違います、キレが違います。顔面軽くボディ強くですね、あコンビネーションで倒れると思います。かなりボディも上がってますもんね、上がってますよね、第4ラウンド、はい、効いてんじゃないですかね、上も下も、はい、まあ、練習中川島は上下こううまく打ち分けていけようということも言われていましたが、今日はその通りできています。右ストレート左ストレート、いいジャブを軽く入れてなんとかいこうというのか。さあ連打、右フック、左のアッパーから右フック、もうこの辺のね攻撃を見ますとですね、試合がその一方的になってきたんですよね、そんな感じがありますね、はい、しかしチェもよく耐えています。第4ラウンドも残り時間がありません。第4ラウンドが終了しました。放送席、またまたお二人とも10対9と川島が取っています。日本ジュニアバンタム級チャンピオンの川島博史、世界へ向けてのテストマッチでもありますこの試合、これから第5ラウンドに入ります。ここまでポイントでは、まあ、放送席の採点ですが川島が一方的に取っております。一方的ですからね、で決めてもらいたいですよね。なんか後楽園のこのファンもね、そろそろという感じは肌で感じられるんですが、どう料理していくのか、ね、川島、まあ、はい、さは目立つんですけど、そのパワーね、力ちもそのちょっと 見えないですよね、川島、もしくはその力強い打ち方ですね、はい、を見せてほしいんですよね。いいを見せました、選手ですね、もう順番どうしていいかっていうことね、まあ、分かんないような感じしますよね、そんな感じですね、どう攻めたらいいんじゃないかね、はい、あるんですけども、ボディ両方切れますから、はい、一気にいきます川島、左フック、今度は右フック、大振り、左右
しかし手も打ち返してくるぞ。気をつけた方がいいです、ね。はい、相打ちは気をつけた方がいいですよ、はい、ガードしっかりしてですね、よく見ないとですね、今のパンチを食いますから、来ましたね、今危ないタイミングでした。右服、さあ手が前に出てくる、ね、はい、最後の力を振り絞って戦ってきますから、なんとか一発当ててやろうというチェ。大振りはしない方がいいですね。はい、お右を持っていきましたチェ。こういうパンチを不用意に受けてはいけません。川島ロープを接しています。ロープは取っちゃダメですね。さあ川島どう攻めようかという感じですが、左を持っていきました川島。今度は右顔面を捉えた。さあこれも食らってきている。左アッパーボディ顔面左、速いパンチを出していきます川島。しかしダウンまでには至りませんが、さあ左、しかしチェも打ってきた。頑張りますね。頑張りますね。すごいですね。この辺りが、まあ、韓国フライ級の2位ですからね。あっと川島右、この粘り強さ、沈んだ、チェが沈んだ、右のボディですからね。いいアッパーですね。脇腹でしたね今のね。さあカウント8まで、第5ラウンド残り40秒です。川島一気にいくか。さあ嫌がっているチェ、川島を追っていく。そう、川島としてはガードしっかりしてですね、はい、余分なパチを打たないようにしなきゃいけないですね。今のはこう川島がちょっと倒してしまった感じになりました。スリップダウンでした。さあ残り時間25秒です。川島ボディ顔面、もうダメですね。さあここでレフリーが止めました、止めました。川島やりました、見事、大きな大きな山をうまくクリアしました。世界にまた一歩近づきました川島博史。韓国フライ級2位のチェ・カプチュルを5ラウンド KO で破りました。最後は見事な攻撃でした。まあ、完璧な内容でしたね、前哨戦としては、勝者川島選手、日刊スポーツ新聞社2部田之倉市長より川島の勝利の盾が贈られます。素晴らしいボクシングが展開されました。正式 KO タイムが入ってきました。第5ラウンド2分40秒第5ラウンド2分40秒川島博史の KO 勝ちでした。勝ちました川島博史には日刊スポーツ新聞社、そしてテレビ朝日から勝利者賞が贈られているところです。まあこの試合まず川島いかがでした。内容的にはですね、まあ、100点満点だったんじゃないですかね。100点満点ですか、はい、今日はです。話を聞いてもらいたいと思います。それでは勝ちました川島選手にインタビューします。おめでとうございます。どうもありがとうございました。ノックアウト、テクニカルノックアウトでしたが、もう高々と拳を上げました。思い通りの試合でした。やっぱり勝ったことは嬉しいです。はい、自分としての満足度っていうのはどうだったんでしょうか。いや今日はやっぱり前哨戦っていう形にだったんで、すごく嬉しいですね。やっぱり特に川島さんにとっては世界っていう大きな目標があります。その前哨戦だったんですもんね。試合前ずいぶん気持ち違ったんじゃないかと思うんですが、どうでしょう。いつも緊張するんですけど、今日もまた緊張しました。はい、いつもとは違う緊張感。また違った緊張感ですね。はい、まあ、とにかく相手の動きをよく見ていましたし、はい、今日は勝つぞ、そんな気迫がみなぎってましたね。いやまだまだもっと落ち着いて戦わないとダメなんですけど、まあ世界タイトルマッチやるときにはもっと落ち着いてチャンピオン飲むぐらいの気持ちでやりたいですね。今日はそれにしてもボディアッパー見事でしたね。会長と練習したパンチなんで出て嬉しいです。はい、トレーニングの成果がこんなに見事に出るっていうのは相当手応えもつかめたんじゃないですか。やっぱりいつも練習一生懸命やってるんで、その成果が出たと思います。はい、さあ大事な大事な今日の試合でしたが、これに勝つ大きな発言がついたんじゃないかと思います。さてインタビューが続いておりますが、まあ大橋さん、はい、まあ、沼津さんは100点満点という採点でしたが、大橋さんをご覧になっていかがでした。はい、僕は120点です。そんなに素晴らしい出来でしたか。そうですね、まあ、相手とですね、まあ、あのチェと、まあ、力のね、差というものは確かに開きがあったんですけどね、まあ、それにしても自分のね、思うとね、そのボクシングができたと思いますよ。大橋さん、もっと落ち着いてって話してましたよ。やっぱり世界戦もっと落ち着いた方がいいですか。そうですね、贅沢な感じもしますがね。でもショートアッパーかなり練習したんですけど、それ左右うまく出てましたからね、もう本当いい試合でした。